続きまして第5試合Wakashoyo MMA引退試合無差別級3分3ラウンドマッチを行います。青コーナーより遠藤育成藤原選手の入場です。
首いけますよ、首。細かいパンチ出したから。細かいパンチ出したから。残り時間30秒。それでは本日 MMA キックを引退しました Wakashoyo より一言皆様にご挨拶がございます。自分2005年に K-1 で、格闘技の世界に入って、ちょうどその時に、道場Chakuriki さんにお世話になったり、道場選手とスパーリングをしていただいて、今回、この関西で着陸のイベントがあるということで、ここを最後に、MMA キックを卒業したいと
という気持ちになり、ここで決勝に行こうと思いました。これからはプロレスラー若翔としてまたリングに立ちますので、プロレスの方でまた若翔を応援してください。本日はありがとうございました。